今から取るのが1000個目のうちでございますんでね、ではよーいスタートそんなのもないけど、いやまあ今回これがですね、はい、この愚痴で、シャープ1000、1000個目の愚痴ということに。いやおめでたいですね。おめでたいかその思ったけど、いや俺だって1000回も続けるなんてなかなかできないですし、まあね、まあ継続は力なりじゃないけど、うん、なかなかあることじゃないですよ。1000回達成するものってほとんどないでしょ。ないですないです。僕はないです。お前は少なくとも1つもないんだから、2もないんだから、はい、お前なんてそのだそういう意味では1000回続けれたことは貴重ですけど、うん、ただこれほど褒められるもんじゃない異業もないというか、その、まあね、世の中の異業史上一番褒められたもんじゃないというか、だって嫌なことが1000個たまっただけですからね。そうですね、端的に言えばね。いやそうですよ、だって、ね、僕あと愚痴言うやつめっちゃ嫌いだし、愚痴言うやつってうぜえだろ。誰が言うとんなって言う。いやいやでも嫌だろ、愚痴愚痴。まあね、嫌です嫌です。人の愚痴とか聞くの一番嫌いですし、どこに行ってもね嫌です。だからそんなことを1000回やってたんだとたまに思うもん、その人の愚痴とか聞いてるとき、うん、マジで黙れやって思うし、そのだからまあ皆さんがどう思ってるか分かんないですけど、なんかね、これが本当にすごいことなのかどうかも分かんないけど、やっぱちょっとすごいと思われたい気持ちもあるわけじゃないですか、うん、でもそうもなんかみんなも褒めづらいと思うんですよ、愚痴だから。そうですね、もっと褒めてもいいんだよ、褒めろよもうちょっとみんなね、1000回も続けてきたわけですよ、うん、そう、この愚痴に縛られて生きてきたわけですよ、この4年間捧げてきたわけですからね、愚痴に捧げた4年間ですよ、うん、この男としての30代一番働き盛りのこの4年間、働き盛り僕は愚痴に捧げてきたわけですから、うん、正直この愚痴のせいで結構マイナスなこととか あると思うんだよ僕は。あるでしょうね、愚痴をね、そうそう、言霊みたいなこともありますし、ね、し1000回も愚痴を言ってるやつだからどうせ嫌なやつだみたいなのあるでしょ、うん、本当はめちゃくちゃいいやつなのに、まあ、すごい優しい人間なのに、うん、この愚痴に縛られてなんかあいつ愚痴言うやつだみたいになって、僕には優しいですよ。いやもうなんかそう言われたら気持ち悪いだけでしかないけど、いやそうだろ、お前がもっと僕の優しい部分言えよ。全然言わねえじゃないかいやそれでね、まあだからそう思うと、いやそれはだってそうでしょ、もう一人のパパって言ってますからね、うちの家族は。いや本当にそうだよ、それに関して本当にそうだよ。まあブチラジでも言いましたけど、コンビ間の愚痴なしで1000ですから。そうですね、それ言い出したらもうキリがないわけですから、もうとっくに1000なんて達成してるわけですからね。いやそういう意味ではいろんな、まあまあまあね、駅のこととかコンビニのこととか、はい、生活に密着してることとかね、暑いの寒いのね。ただその本当に考えるのとかもめんどくせえというか、うん、愚痴なんて、だって愚痴なんて考えたくないんだから、うん、そもそも、ね、まあね本当はね、だって1週間、まあ、5つ配信してるわけでしょ、うん、ということは週に5回嫌なことがあったっていうだけですから、いや本当にそのマジで、まあたまに、まあいろんな音は鳴るよ1000回だろうが何だろう、いろんな音は鳴るんだよ、なんか嫌なことあったらメモったりもするけど、ただ本当にもうブチラジ愚痴ラジ撮る日になって一つも考えてない日もあるんですか。あほぼそうですよ正直その家から荻窪からね、荻窪から、いや荻窪からというか正式家から荻窪駅、阿佐ヶ谷駅、阿佐ヶ谷駅から事務所、まあ、この距離は極めて短いですけど、短いですよ、その間ぐらいに考えてますから、5個すごいですね。いやだからそういう意味ではすごいよ、うん、そう、それで1000いってるわけですから、一人も褒めてねえだろ僕のことを。まあでもな、ここでツイッターとかで褒めて井口さん愚痴1000個言ってすごいとか言ってもただの嫌なやつとしてまあね広まるだけですから難しいですよ、字面だけ見たらね、うん、まあまあでもね、褒められたもんではないかもしれないですけど、一応1000回言ったということですからね、これはまあ見てくれてる人が1000回言ったという愚痴、1000回言ったけど、やっぱそのまあ確かにそりゃそうだよな、うん、なんで1000回も愚痴んなきゃいけないんだっていうことで改めて思うとね、まあ自分背負った業ですよねそれね。やでよ、インフルエンザになってんのに第一声愚痴どうしますみたいな来てグループラインにね、いやインフルエンザだっつってんのそのなんかギリ持つよとか言ってそのなんかあー線までね、なんとか開けずにね、結局まあ休まずできたわけです、できたわけですから、一発目のなんていうんですかね、その芸人としてのあれが愚痴でしたからね、あれがの部分もうあれにされたら何にも分かんないよそのあれが、いや結局なんだよそのお仕事というか、まあお仕事じゃないですけどね、
どういうことですか。一発目の仕事復帰、一発目が愚痴でしたから、インフルエンザの話ね、うん、インフルエンザから復帰してね、まあ最初に取りましたから、まあ今後はどうなっていくか分かんないですし、うん、愚痴ラジ旋回を一応迎えましたんで、これまあこれからどうなっていくかですよね。やることじゃねえだろ、もう日中の支店のなぎともアンケートを集計してるビル山崎君の写真撮るわそりゃ、うん、なぜならこんなもの聞くことじゃないんだから。まあね、まあまあでもやりましたからね、うん、褒められ史上一番褒められない偉業を成し遂げたということでね、うん、そういう意味ではすごい、もう何がすごいか分かんないですけど、そうなったらね今後は続けていくかどうかはまあ分かりませんけども、うん、そうなんだよ、もう別に やめてもいいし、そのなんかね、そうですね、しゃくれてますしね、それは全然別にあの誰も笑ってもないし、そのお前の口言い出したらもうこっからお前の口入れ出したらあの急速に3000、4000と一気に行くでしょうね。まあなるべくちょっともし今後続けるなら、はい、あのさっきここであの取材で紹介したんですけど、うん、この下北沢の駅とか、まあ例えばコンビニとかそういうみんなに関わることとかを言って本当に世の中を変えていきたいな、人のために、人のためこんなに声が出ないいいことを言おうとしたら声が出ない、あ言い慣れてないからね、こっから急激にいいことを言うぞとした瞬間声が出なくなって、すごいよなやっぱりね、もういいわ、あのこれからじゃあ もっとめちゃくちゃ言うわ、呪われとるよ、人の悪口どんどん言っていきます、個人的な個人攻撃みたいな悪口どんどんやっていきます、あいいじゃないのね、もういいじゃないの、いい加減言うなよ、もう腹立つわ、言い過ぎてもう、ね、もう本当に一人でやるかもしれないし、これからね、まあ、ということでこれが1000回になりましたんで、はい、まあ、この回を見る方もしかしたらちょっと多いかもしれないですから、うん、できればね過去さかのぼってもらっていろんな愚痴がありますんで、あこれを機にね、もう、1000回から見始めた方はおそらく一生見れますんでね、はい、引き続き見てください、そうですね、ということで1000回ありがとうございました、ありがたいか、ありがたいです、なんて言うのが正解か分かんないですよね、うん、だからみんなもみんなもおめでとうって言いづらいもんな、愚痴のことだし、うん、そう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 、だ終わり方がいつも分かんないっつって最後誰が悪いか決めるみたいな、それこそあれやってたんじゃないですでしたっけ、違うだろ、違うか以上です。平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください、ウエストランド井口の愚痴ラジ。